こんにちは、ベンジです。信用回りの続きをやっていきます。もしかしたら今日が最終回ですね。断り様をこの神社で、あれ断り様いなくなってる。断り様を避けて、神社の裏に来たとこですね。たくさんの絵馬が結ばれている。父親との縁が切れますように。二度と顔を合わせることがないように。もう嫌だ、もう嫌だ、もう嫌だ、もう嫌だって書かれてる。縁を切る神様なの？どうなんだろうね。実はいいやつ説を私は推しますけど、この断り様に。なんかそっちもいけそうな。いけるね。で、多分こっちなんだけど、あれ？今、待って。あ、今拾えなかったですか。こっちまず見とくか。え？こっちなの？あ、お地蔵様。拾えない。あ、こっちなの？え？ほんと？あ！ゆい。見えてる？見えてる。ゆい。やっと会えた。ゆい、何があったの？本物それ。春、私を探してくれていたんだね。ゆい、寂しかったよ。あ、やべえ、偽物だよ、これ。ゆい、私もだよ。春。春、寂しいよ、春。寂しいよ、春。やべえ。ずっと友達だって、ずっと一緒だって言ったよね。約束したよね。うわぁ。ゆい。ずっと。ダメだ、石は効かねえ。避けるだけだな、さては。うわっ、どこまで、なんかハテナになってる。ダメだ、なんか落ちてんの。あ、あの攻撃をなんかできるんだな、さては。違うわ。はい、ゆいちゃん戦開始。待って、ハテナ出ないね。ハテナ出ないね。ってことは、あの丸の攻撃？あれの時にハテナ出てたから、そこで初めて何かできるんだと思う。出ない。ハテナ出ない。場所でもないね。あ、これ。春。約束したよね。春。お、なるほど。対話だな。あの丸攻撃をやってる時に、ゆいが正気に戻るから、そこで話しかける。ってことだな。まだ。もうそろそろ。春。寂しいよ、春。寂しいよ、春。違う攻撃してきた。丸とバツ。うわ、バツ。来るぞ。うわ、バツ。
あ、次だ。あれ、まだ、あら、まだか。来いや。あ、この次の攻撃を3回だな。え、今までと違う。落ちた。よし、春春春春、私春春春、チャコをよろしくね。正気に戻ってる。さよなら。なんか落とした。赤いリボンを拾った。ユイの頭の上で揺れていた赤いリボン。これを見てると胸が苦しくなって、まぶたがじんと熱くなる。はあ。そうか。え、どこまで行くのこれ。古い掲示板だ。山にいるとき、語りかけられる言葉に返事をしてはいけない。返事しちゃったね。どのようなことを言われても無視して山を降りるべし。どういうことだろう。これからってこと？これからの話してる？こっちで山を降りれんの？え？なんか登ってるんじゃないこれ。あ、ここもしかして、もしかして、そうだよ、ここ絶対。ほら、黒の墓だよ。あれは黒だっけ。チャコと黒だっけ。小さいお墓の上に綺麗に畳まれた紙が置いてある。ユイの手紙、読んでみよう。もうすぐ夏が終わります。私は小学生、名前はユイと言います。昨日大切にしていた子犬のうちの一匹が死んでしまいました。とても辛くて悲しいことでした。最初にお父さんがいなくなって、お母さんは変になってしまってた。え？だから私は春を頼りにしてて、春と友達でいれたならそれでよかった。でも春は夏が終わると遠くの町へ引っ越していく。私の大切にしているものはどんどん私から離れていきます。お別れはいつも痛くて辛くて耐えられません。もう何も欲しくない。あー、ユイの遺言を拾った。ダジャレじゃないよ。ユイは、何もかも失ってしまったのか。ユイ、やっと会えたのは、なんとかこんとか、読めねえな。私のせいだと。へえ。いやー、春のせいじゃないよ。しょうがねえことじゃん、天候は。え？なにこれ？一番最初の。あ、ダッシュできない。最初のチュートリアルみたいな。え？それは、冗談きついぜ。後追いするってこと？追いしようとしてるよ、これ。ねえ。チャコ来るか？チャコ来るかもね。あ、これがその、石が、来たよ、今。ちょっと待って。いや、あのね、
ちょっと思ってたことがあって、いや、いや、言わないでおこう。チャコは来ないね。押すことができます。あ、多分そうだな。これはハルちゃん自殺しちゃうわ。待って、この前にこれいつもらったっけ。なんかこれ読もうとしたら読めなかったんだよね。ユイからの手紙、ユイはもう死んじゃっているって書いてあるけど。ああ最初のとこだよ。ああ、あの時は夕方だったよね。今は夜だ。ああなんかすごい幻想的。うわぁ、俺の予想は違ったわ。俺の予想はこれ過去の話で、実は死んだのはハルちゃんだったんじゃねえかなと思ってたんだけど、そうじゃないね。ユイちゃんがもう死んだ後だよねこれ。うわぁやだぁ、やだよハルちゃん、ハルちゃん。うわ、断り様、切って。いやーマジか。え、終わりですか。いや終わりじゃないと思うよこれ。もう一回始めてみましょう。ちょっと待って、待って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 、こっちに戻るっていう手があるでしょ。先に進んでください。ないの？ダメなの？なんか死を回避できる方法はないのかい。さすがに辛いぜ。まで来たけど、ここで押したら、あ、待って、ここになんか落ちてる。メモ？明日は花火の日。私は春と行くって約束をしている。もう春は引っ越しちゃうけど、いつかいつかまた春と花火が見れるといいな。引っ越した後もたくさんお手紙を書こう。夏になったらまた春に会いに行こう。え、ちょっと待って、え、じゃ何、ゆいちゃん死んでないってこと？自殺する人がそんなこと書く？このメモはゆい？これ戻ればあるんじゃないの。先に進んでください。ダメ？いや進んでください。戻れる戻れる。引き返さないでください。やだ。ああ、そういうことか。ああ、ごめん、すっかり忘れてた。何を言われても無視しろって言ってたんだ、山を降りるときに。これだ。すげえ、今すげえ鳥肌立った。
やだ。先に進んでください。やだ。この先に、やだ。おいで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 。やだしか選べないもん。おいで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 。もう嫌だ。いや、断り様が助けてくれるか。この地蔵を切ってくれんのかな。かわいそう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 。おお、断り様、ありがとうございます。もう嫌だ言ったから、断り様、いや、逃げなくてもいいよ。大丈夫だ。もう声が聞こえなくなった。ありがとうございます。あ、待って。ああ、ハサミ。断り様のハサミだ。なんで助けに来てくれたの？私が呼んだから？そうだね。もう嫌だって言ったからだよ。私がもう嫌だって。ハサミもらっとこ。大事なものかなこれ。赤い立ちハサミ。ああ、大事なものだ。真っ赤な色の大きなハサミ。大きくて鋭くて、私の腕ぐらいは簡単に切れちゃいそう。物騒なこと言うね。入るか。小さな穴が開いている。入ってみる？うん。さあ、どこに通じてる？あ、ハサミできるか。不気味なまでに大きい赤い蜘蛛の巣だ。切る。やべえ、これボスいるんじゃねえの。ハサミで戦う？戦いそう。今声かけたやつとかね、まだ何者か分かってないからね。あの地蔵だったのかな？それとも？あ、セーブポイントだ。え？どうしたの？絶対いるわ、これ。ボスがいる。うわ、ユイ。あ、ユイがなんか置いてった。過去か、これ。過去っぽいね。何置いた？ユイ？あるね。髪切れの端に、春にお別れの挨拶が言えない。さよなら、また会おうねって明日こそ言うんだって書いてある。ああ、ちょっと待って、この髪切れの端が、ああ髪切れ、髪の切れ端がユイが書いたってことは、花火見れるといいなから始まって、また会おうねって明日こそ言うんだ。どうしよう、どこを探しても見つからない。何か誰かがずっと後ろをついてくる。どうしよう、逃げないと。あの夜から何かが私を呼んでいる気がする。この変な声は何？がユイが言ったことだ、ユイが書いたことだっていう、いうことで。で、ここが抜けて、あ、これどっかにあったのかな。さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。で、ここもあるからね。なるほど。ただのコレクションアイテムじゃなかったな。あ、地蔵ワープはできないね。行ってみましょう。あ、もう勝手に切ってくれる。切れの端か。何かに驚いたな。そこで何か出んのか。
いいえ。なんかハテナが出るね。あ、違うわ。これか。雲と戦うのか、じゃあ。光に弱い？違うわ。いやー。まだ走るな。から、から走る。違う。いけ、いけ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 。いけるいける。よし。え、ちょっと。よし。なんだ。10円。え？あ！真ん中通るなって言ってんの？上に何があったんだろうね。なんだろうね。まあ、こっちから行けって言うよ。また雲来るかな。セーブ。セーブさして。よし。下に落ちた雲は無視でいいな。うわ。雲じゃなかった。肉塊が落ちてきてる。うわ。さすがに。よし。え、切った。こちとら。断り様のハサミを持ってんだよ。どれだ？あ、隠れられる。ほう。そこで石を投げて、そこに隠れろって？そうだね。ありがとう、ユイ。助かるよ。全然隠れられてないからね、はるちゃん。よし。それで石が落ちてたんだな。うわ。頑張れ、頑張れ。よし、よく頑張ったぞ、はる。ダッシュ。いけるいけるいける。よし。地蔵さん、体力回復させよう。よし、行くぜ。お、しめ縄が。うわ、絶対やだ。ヒガンマな。やべ、こらたまらん。あー、危ねえ。あれ、これじゃない、こうか。うわ、よし。そんなでけえのと戦うの？あれ、あ、そっちか。こうね。よし。切るとこがどこかを探すのがね、ちょっとどこでもいいわけじゃないんですよ。一箇所なんですよ、切れるとこ。うわ、広い。あ、まだだ。え、誰？ユイとハル？ハルだよ。違う？妹とか？なんかちょっと ちっちゃい気するよね。うん、ちょっと思い出して、はるちゃん。私はここに来たことがあるんだ。やっぱ春だったの、今の。そしてゆいが私を、ゆい。そう。なんかね、
あ、泣いてる。ゆいちゃんが一回なんか、春を助けなきゃって言って山に来たんだよ。春が、なんか捕まってたりしたのか、その雲に。どういうことなんだろう。進もう。記憶なくしてるね。いやー、最終決戦の様相を呈してきました。いやー、いやー、あー、サイドビュー。うわ、おいでおいで、助けにおいで。かわいそうかわいそう、助けてあげて。おいでおいでおいで。一緒に来てあげて。かわいそうかわいそう。うわっ、いた。ゆい、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 私、あなたに伝えたいことが。かわいそうかわいそう。来てあげて。一緒に来てあげて。おいでおいで。こっちにおいでおいで。ああ。下手だな。お前か、ゆい殺したのは。ゆい。わかった。赤い蜘蛛の糸切るかな。かわいそう。かわいそい、うわー、そうか。オッケー。ぶっ殺してやる。やだ。ほら。参ったか。動くな。え、うそー。危ない、うわ、怖い。勝った、フォーマー、よし、うわ、動くなは動けってことで、さっき走るなって言われた、走ったら。なるほど、糸の周りにあれが来るってことか。よしよし、次は糸を切りに行っちゃいけないんだよ。ダメか。よし、こっから。あ、これ動かない。よし、ナイス。いけ。切れば。よし、どうだ。まだある。終わり、終わり、終わり、終わり。あ、雲だったんだ。絶対見えたら雲だったね。やったか。ゆいは？いないね。あ、いる。ゆい。それ？あ、一緒に来てあげて。
うわ、捕まった。立ち回さない。かわいそう。おいで、置いてかないで。ずっと一緒に。たくさんの赤い紐が左手に絡みついている。紐を切る？紐は切っていいよな。たくさんの赤い紐が左手に絡みついている。何本切ってもダメだ。じゃあ切らない。紐は次から次へと左手に絡みつく。なんか切っちゃいけない理由ある？ないよね。切る。ゆい、もうやめよう。私、ずっと一緒にいられなくて、ごめんなさい。ゆいは私を助けてくれたのに、ゆいを助けてあげられなくて、ごめんなさい。ちゃんとさよならが言えなくて、ごめんなさい。ゆい、お願い、もうやめて。こんなのもう嫌だ。もう嫌だっつったな。断ち切ってくれたんだ。右にはいけない。でもそうするほかないもんな。ここで断ち切れないと前には進めないからね。あ、倒れちゃった。ああ、倒れちゃった。ああ、目覚めた？ああ、え？ゆいじゃん。俺何もしないんだけど。え？どういうこと？ああ！え、これは現在？過去？え？未来を見てた？ごめん。ああ、本当はずっと一緒にいたかった。ごめんなさい。さよなら。さよなら、ゆい。どういうことだろう。最後に通ってきた階層に出てきた感じだよね、これ。え？二人とも生きてる？それとも、ゆいはもう死んでる？ここでお別れ？どうなんだろう。ああ、ご主人様だよ。手を離す？やだな。やだ。いやー、話すしかないの？やだ。ダメなの？じゃあ話す。これ誰の選択肢なの？ユイの選択肢なのか、今のは。
どうなるかな。はあ、終わりましたね。いや、多分最後のユイはもう死んでると思う。最後の力を振り絞って、まあお化けなんだけど、霊の状態で最後の力を振り絞って春を山の下まで下ろしてくれたんだろうね。ああ、この人ね、この人どうなったんだろう。あははは、こちら可愛いんだよな。光に反応する貝。あ、魚。魚？これ、見た魚と違うような気がする。ああ、いろんなとこにいた。本棚とかから出てくる。手に。あ、カラス。あ、で、だから、ちょっと待って。話を整理しよう。最初に、ユイは、もう首つって死んでたんだよね。で、そっから花火大会見に行ったのは、多分、ハルと、お化けのユイで見に行ったんだと思う。多分。そうだよね。もう先に死んでんだもん。で、はしゃはしに出てきたユイは全部お化けのユイ。最後までもう全部ユイはお化けだったんだよ。で、これで終わった後に多分また再会できると思うんですけど、その時には多分春だけになってると思うんで。この主人公、このゲームの主人公は春だったね。まあそれはどうでもいいんだけど、断り様は悪い例ではなかった。あの神社のに祀られてる神様で、何か縁を切りたい人が最後の望みで行く神社なんだよ、あそこは。で、あの、お父さんとの縁を切りたいって絵馬に書いてあったりとか、そういうのを叶えることで有名な神社だったんだと思います。で、最後、ユイとの縁を切った。そういうことですね。ただね、それでもユイは最後の力を振り絞って、下山させてあげたということだね。神よ。おっと、まだちょっとあるんだね。お、いやー、ほんと綺麗だよね、これ。田舎の夕暮れ、裏山。あ、チャコ。春かな？春だね。あ、なんか冬の格好してる？なんかちょっと厚着になってる気がする。ああ、ユイが死んだ場所ね。ああ、花。そうだね、今度からここにお供えに来よう。チャコは春が飼うことになったのかね。行こう。あ、リード繋いだ。ユイもそれで喜んでくれるでしょう。ユイ出てこない？ここに出ては来ないか。出てこないね。
夏が終わる。私は引っ越しして新しい友達ができて、何年か経ったらこの夏のことを思い出したりするのかな。未来はどうなってるんだろう。生きてくのってとても怖い。なるほど。クリアデータをセーブしますから、これでクリアだね。ああ、お、チャコいる。チャコいるじゃん。お、子犬を連れた、連れ歩ける。ユイが飼っていた茶色の子犬、名前はチャコ。小さいけれど勇敢で私を守ってくれた。そうだね。チャコは死んでなかったね。なんか死んでたかと思ったけど。死んではいなかった。あ、ちょっと待って。今さ、一瞬見えた。ここに赤いハンカチあんの。なんていうの。雨に濡れてた女の人のハンカチね。部屋に置けるアイテムだったんだ。ちょっとチャコを取って。ああ、ちゃんとついてくる。はい。じゃあ、これで信用周りの実況を終わりましょう。いやー、いい話だったね。なんか、すごい、トントン拍子にはいかなくて、ちょっとひねりがすごいあってね、面白かったです。2点3点して。はい、ということで、皆さんもよかったらやってみてください。多分これね、クリアした後に、コレクションアイテムを探したりとか、大事なものも1個ないもんね。うん、コレクションも全然埋まってないんでね。そういうやり込み要素もあります。使うものも3つ取ってないからね。まだなんかあるってことで。行ってないとことかあるもんね。この池とか、展望台とかね。展望台行ってないもん。ここなんか、繋がりそうな。あ、ゆいと春の絵かな、これ。わかんねえ。はい。ということで、まあ、やり込みはやりませんけど、もしなんか面白いやり込み要素とかがあるんだったら、やるかもしれないですけど。まあ、これで、本編は終わります。はい、ということで、これで信用周りの実況終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。